プロデューサーさん、どこだろう。お知らせしたいことがあるんだけど。あの企画が始まるってことは衣装の準備も必要だよね。楽しみだな。それにしても最近寒い日が続くな。種子島がちょっぴり恋しいばい。みんなが風邪をひいたりしないように保健便りを作って劇場に貼っておこうかな。プロデューサーさん、ここにいたんですね。探しましたよ。はい、なんとプロデューサーさんの例の企画がついに実現するそうですよ。いえいえ、詳しいことは社長さんから聞いてください。それじゃあ、いってらっしゃい。実はさっき体重を測ってみたんですけど、ちょっと信じたくない数字が出ちゃいまして。このままじゃ乙女のピンチよ小鳥。ダイエットのためにヨガを習おうかしら。うん、いい心がけだ。運動は健康にいいからね。私も何か運動すべきか。ああ、そうだ、せっかくの機会だ。みんなで一緒にヨガをやらないかね。うん、君が提出してくれた企画書を読んだが、実に面白くなりそうじゃないか。まさか演劇をメインにしたステージとはね。劇場としても初の試みだ。私も楽しみにしているよ。この劇、暗き星遠い月に出演するメンバーはもう決まっているんだったね。そうか、彼女たちなら必ずや素晴らしい演技を見せてくれるだろう。頑張ってくれたまえ。美咲ちゃんもホラーや吸血鬼ものが大好きなんだそうです。みんなにぴったりな衣装を作ってみせるってとっても張り切っていましたよ。いい返事だ。公演の結果次第では DVD など発売してもいいかもしれないな。詳細は君に任せよ。アイドル諸君と共に公演を成功させてくれたまえ。プロデューサー、気をつけて。劇場に吸血鬼が。
動かないでください。その通りです。その子の血は私がいただきました。今度はあなたの番ですよ。美味しそうな首ですね。驚きました。この私のプレッシャーを跳ねのけた人間は初めてですよ。褒めてあげましょう。ですが、これならどうですか？簡単に諦めないでくださいまし、プロデューサー。私ですわ。助けに参りましたわよ、プロデューサー。その必要はありませんわ。セレブとは世を忍ぶ仮の姿。その正体はセレブヴァンパイアハンターマスカレード。私は男装してる女の子のエドガーって役ね。オッケー、やれるだけやってみるよ。私が演じるのはまるで女の子のような男の子の吸血鬼、クリスティーナですか。背後に複雑な設定があってなかなか演じがいがありそうですね。私は騎士でヴァンパイアハンターアレクサンドラを演じるのですね。気高いアレクサンドラを見事に演じきってみせますわ。で、私は辺境伯夫人、悪女エレオノーラの役ね。いいじゃない、悪女燃えてきたわ。だって古今東西、悪女といえばモテモテだもの。
台本の読み合わせはしてきましたが、こうして立ち稽古になると気分が変わりますね。本当だよね。さ、始めよっかみんな。路地裏のあの死体、間違いない、あれはヴァンパイアの仕業だ。まだこの辺りにいるかもしれない。早く遠くまで逃げないと。あそこに誰かいる？おい、そこのあんた。私ですか？あんたみたいなお嬢さんがこんな危ないとこで何してるんだ？うろうろしてると危ないぞ。あなた優しいんですね。あ？何言ってんのか。しまった、来たか。おいあんた、逃げるぞ。逃げる？私が？なぜ？他に誰がいるんだよ。説明は後だ、行くぞ。ここまで来りゃ多分大丈夫だろう。いきなり手を引っ張っちまって悪かったな。いえ、危ないところを助けていただいたのでしょうか。ありがとうございます。っていうか、なんであんなとこにいたんだあんた。見たとこ、どっかのお嬢様だろ。ええ、用事があったんです。もうその用は済みましたが。あんな治安の悪いところに用事だって？ごきげんよう、優しい紳士さん。機会があればまた。ねえプロデューサー、エドガーとクリスが出会うシーンどうだった？私たちなら当然のことですね。この調子で行きましょう。このシーンの次の日もクリスはエドガーの住む治安の悪い町に来るんだよね。はい、そして再び出会うエドガーとクリス、二人は徐々に惹かれ合っていくんですよ。私の家です。あなた突然倒れたんですよ。道端に放っておくわけにはいきませんでしたから。疲れが溜まっていたんですね。服がすすで汚れていたので着替えさせてもらいました。俺の体見たのか？ええ。そっか、ごめん。どうして謝るんですか？
だって嘘をついてただろ。本当は俺女なのに、ずっと男のふりをしてたから。母さんが死んでからずっと男として生きてきた。あんな場所じゃ女は生きていけないから。騙してごめんクリス。いいえ、嘘なら私もついていますから。え？私は本当は男なんです。エドガーが実は女の子で、クリスが実は男の子。少し変わった形のボーイミーツガールですね。うんうん、この後の展開が気になるなって台本読んでるから知ってるんだけどさ素敵な演技を見せていただきましたわ。次は私たちの出番ですわね私のセクシーな悪女っぷりに悩殺されても知らないわよ、プロデューサーくん。私はアレクサンドラの愛らしい妹、ノエル役ね。なんだか寝てばっかりみたいだけど、まあいいわ。最高に可愛い寝姿で観客の視線を釘付けにしちゃうんだから聞いたかしら、アレクサンドラ。また罪のない人々がヴァンパイアの毒牙にかかったわ。国王陛下は民を憐れんで命を下したわ。我が夫の辺境伯にヴァンパイア倒滅の勅令をねバカバカしい。飢えた民の怒りを腐敗した王政からそらすのが目的だろう。そうね、民の血をより多く吸っているのはヴァンパイアではなく私たち貴族の方ですもの。もちろん刑にも参加していただくわ。不浄な怪物どもを打ち滅ぼす英雄として。不浄な怪物だと？元は人間だ、無垢の民だ。我が剣は人々を守る剣、理由もなく殺すことなどできぬ。まあ、なんてご立派な騎士道なんでしょう。けれどもその気高さで誰を救えるのかしら。あなたの妹君ノエルも人の血を吸う化け物よね。あの子をかくまってあげているのは誰だったかしら。怖がらないでアレクサンドラ、あの子は死なないわ。その剣が私のために働く限り。我が妹ノエルがヴァンパイアになり果てたあの事件から数年が経つ。あれ以来ノエルはエレオノーラの甲で眠っている。甲がなければ我が妹は目覚め人を襲うだろう。ノエルを人間に戻す方法を探し続けているが、未だに糸口すら見つからぬまま、私はどうすれば。お姉様。ノエル、私の愛しい妹よ。今は夢の中でまどろんでいておくれ。いつか必ず。なんだかとても眠いの。大好きなお姉さま。ノエル、考えるな。私は剣だ、
一振りの刃だ。命じられたままに敵を撃つのみ。今までのように。どうどう、プロデューサー君、私かなりのセクシーっぷりじゃなかった？あら、レッスンウェアじゃ私のセクシーさが表せないのかしら。まだほとんど出番がないのにこの存在感、さすがイオリちゃんって感じよね。千鶴の演技も悪くなかったわよ。貴族の演じ方が分かってるじゃない。ええー、そうでしょう、そうでしょう。そういえばさ、さっきエントランスにトモカーテのフラスタが飾られてるの見たよ。そうそう、こぶたちゃんのデザインでさ、超可愛かった。思わず写真撮っちゃったよ。天空騎士団から送られたものですね。こぶたちゃんたち、いい心がけです。後で騎士団の皆さんを褒めてあげましょう。ともかってほんとファンから愛されてるよね。聖母ですから。リスナーのみんな、ヤッホー、ところめぐみだよ。私、アイドルになる前はモデルやってたんだ。好きなものはファミレスと地元の所沢かな。今日はよろしくね、みんな。リスナーの皆さん、ごきげんよう。天空橋ともかです。聖母の言葉を一言たりとも聞き逃してはいけませんからね。読書でしょうか。最近はゆりこさんから借りた本を空き時間に読んでいますよ。はい、初めての試みで演劇メインの公演です。私はヴァンパイアのクリスティーナを演じますよ。私の役は人間のエドガー。エドガーは不器用だけどいいやつでさ、不良に襲われたクリスをかばったりするんだよね。それでエドガーは、めぐみさん、ネタバレはいけませんよ。とそうだよ、ごめん。今の話は忘れてね、みんな。とにかく今回はかなりこう、なんていうかダークな雰囲気みたいな劇になると思うよ。
私たちの劇場で本格的な劇を上演するのは初めてのことになりますからね。そうそう、今までみんなが見たことのない私たちの顔を見せちゃうから楽しみにしててよね。暗き星統一期はナムコプロシアターで公演予定。リスナーのみんな絶対に見に来てよね。見に来ない悪い小豚ちゃんたちにはお仕置きですからね。あれ？さっきの番組のスタッフさんだよね。どうしたの？豚ちゃんになりたいと思えばもうあなたたちは小豚ちゃんなんですよ。迷える小豚ちゃんたちを導いてあげますから、安心して私に尽くしてくださいね。わー、また小豚ちゃんが増えちゃったね。やっぱすごいな。この町は腐った大人ばかりだ。貴族も金持ちも平民だって子供を使い捨てる。だから俺はいつかこの町を出て約束の地を探す旅に出るんだ。約束の地？ああ、昔死んだ母さんが教えてくれたんだ。そこには悪い人間は誰もいないんだって。俺が旅に出るときはクリス、お前も一緒に連れて行ってやるよ。私は。お前たち、こんなところで何をしている？あなたは。あんた、誰だ？アレクサンドラ、辺境伯夫人より命を受けたヴァンパイアハンターだ。お前たち、この地区は危険だ。ヴァンパイアが潜んでいる。ヴァンパイアが？行こう、クリス。ええ。もしノエルが、妹が成長していれば、あれぐらいの少女だったのだろうか。考えるな、今は。私の役目はヴァンパイアを狩ること、それだけだ。皮膚がピリピリするようなプレッシャーを演技の間中トモカから感じていましたわ。そうですね、アレクサンドラはクリスの敵、ヴァンパイアハンターですからね。必要ならもっと強いプレッシャーを発することもできますよ。いいえ、あれ以上敵意をむき出しにした演技だとアレクサンドラが怪しむと思いますわ。
確かにそうですね。では本番でも先ほどぐらいのプレッシャーを心がけましょう。次俺の出番だよね。すっげー楽しみだな。不良役全力で頑張るよ。カモが来やがった。綺麗な宝石とドレスじゃねえか。このナイフで殺した後でゆっくり身ぐるみ剥いでやるよ。クリス危ない。なんだお前邪魔すんな。なあプロデューサー、この場面って二人の不良がクリスたちを襲うシーンだろ。俺だけじゃ死体が足りないからプロデューサーも死体役になってよ。目覚めなかったら私は。クリス、君は。エドガー、選んでください。ここで死ぬか、もう二度と死ねない体になるか。今ここで死ぬのと、もう二度と死ねないのと、どちらがいいですか。俺は おい、めぐみ、ちょっと休憩しようぜ。って、あれ？どうかしたのか？近頃農場の鳥が襲われる被害が多発しているらしい。鳥は皆血を抜かれて死んでいた。動物の仕業ではないとなれば、次に襲われそうな農場はここか。人間を襲うのは死んでも嫌だ。ええ、わかっています。だからこうして鳥の血で渇きを癒しているのですから。あなたが人を襲わない限り、私も人の血を飲んだりはしません。ありがとう。けど俺は農場を襲うのも。ですが、このままでは死んでしまいますよ、エドガー。いいことを考えたんだよクリス。ここじゃない、ずっと遠いとこから行こう。悪い人間のいない約束の地へさ。きっとそこなら俺たちだって幸せに暮らせる。いけません、私には罪があるから。共に旅に出ればあなたまで命を狙われるでしょう。命を狙われることなんて怖くない。俺は
クリスと一緒にいたいんだ。エドが。思惑通りだ。待っていたぞ、ヴァンパイア。誰だ。何？お前たちは、あの時の。そんな、まだ子供では。いや、考えるな。ノエルのために、婿の民を守るために、私はこの剣を取る。皆さん、熱の入った演技でしたね。登場人物たちの苦悩が伝わってきました。お疲れ様、プロデューサー君。今帰り？ええ、でも帰る前に予約してたエステに行くわ。毎日のお手入れがお肌を輝かせるの。セクシーに近道なしってセクシーの偉大な先輩も言ってたしね。もちろん、このみ姉さんよ。貴様らが、ヴァンパイアだからだ。あら？ねえ、何か声が聞こえない？プロデューサー君。そんなんじゃないわよ。ほら、耳を澄ませてみて。貴様らがヴァンパイアだからだ。そういえば、劇場で噂を聞いたことがあるわ。夜になると声が聞こえてくるんですって。もしかしてこの声がそのお化け？それとも本物のヴァンパイアがここに？え？調べに行くの？ちょっとプロデューサー君、私を置いてかないでよ。貴様らがヴァンパイアだからだ。なかなかうまくいきませんわね。もう一度。なんだ、声の正体は千鶴ちゃんだったのね。あら、リオさん。それにプロデューサーも？まあ、私ったら扉を閉め忘れていたのね。声が漏れてしまったようですわ。それは私が今回の主演だからですわ。大役である以上、絶対に失敗はできませんもの。だからこうして自主レッスンをしていたのです。でも驚かせてしまって申し訳ありません。いいえ、私まだ納得できていませんの。プロデューサー、続けさせてくださいまし。
ねえプロデューサー君、私も残って練習したい気分になっちゃったわ。ちょっとだけならいいでしょね。ありがとう。あ、練習の前にエステの予約キャンセルしないと。エステのキャンセル？いけませんわ。キャンセル料がかかるのでは。大丈夫よ、そんなのないから。それに私だって今回の公演いいものにしたいって思ってるもの。アダルト組として一緒に頑張りましょうね、千鶴ちゃん。リオさん、ええ、そうですわね、一緒にいいものにしましょう。どうしたらいいのかしら。役のイメージがうまくつかめませんわ。ええ、私とこのアレクサンドラでは生まれも育ちもかけ離れていて。あら、どうしてプロデューサーが謝りますの？それは似て非なるものですから仕方ありませんわ。それはともかく、どうすれば貴族らしく演じられるのか。貴族らしくね。でもあんまり思い詰める必要はないんじゃないの、千鶴ちゃん。リオさん、けど私だって貴族のことなんてよくわからないけど、イメージで貴族役を演じているし。それに大切なのは貴族らしく演じることじゃなくて、アレクサンドラらしいことでしょ。それにこのアレクサンドラってなんだかすごくいい人そうじゃない。優しくて妹思いで、違う時代の人で貴族であっても私たちとそんなに考え方は違わないんじゃないかしら。ありがとうございます、リオさん。私、目が覚めた気分ですわ。この役は私にとってとても大切な役なのです。アレクサンドラは妹に、お前はヴァンパイアになったと真実を伝えることができずにいる。大切な人に隠し事をしている苦しさ、私には一言とは思えないのです。アレクサンドラらしさ、必ず表現してみせますわ。私たちの演技はどうだった、プロデューサー君。気にしませんわ。ありがとうございます。では
言葉に甘えて。あ、私は家の近くで降ろしてくださいまし。ええ、近くまでで結構ですわ。近くまでで。俺たちを殺そうとするんだ。俺もこいつも悪いことなんてしてないのに。貴様らがヴァンパイアだからだ。私が剣を振るう理由はそれだけでいい。なんだよそれ。どうしてあんたそんなひどいことが言えるんだよ。俺たちは生きたい。ヴァンパイアだって幸せになって言い張った。ヴァンパイアが幸せに、幸せに、ノエル。それで俺もクリスも人を襲ったりしない。それでも俺たちを殺そうっていうのなら。エドガー、人を襲わないという言葉に嘘偽りはあるまいな。ええ、神に誓って。あなた方の神ではなくヴァンパイアの神ですが。どこへなりとも行くがいい。ただし夢め忘れるな。もし貴様らが人を殺めれば、私がお前たちを地の果てまでも追いかけて殺す。ああ、わかった。感謝します、アレクサンドラ。お礼にあることをお教えしましょう。なんだ。辺境博夫人エレオノーラについてです。珍しいこともあるものね、アレクサンドラ。あなたが自らこの城を訪ねてくるなんて。自分の愚かしさを恨む。貴様の正体にここまで気づかなかったことをな。エレオノーラ、いやヴァンパイア、よくも私を騙してくれたな。あら、人間ごときが私の正体を見破るなんて。どうしてわかったの？褒めてあげるわ。一つだけ聞かせろ。なぜヴァンパイアの貴様が私にヴァンパイア狩りを命じた？もちろんトータのためよ。たとえ同族でも私の王国に弱き血族は不要だわ。私がこれから作る王国にはノエルのような強大な力を持つヴァンパイアさえいればいいの。ああ、ノエル、あの力はまるで私の愛しも。あの子を同族に迎え入れた時の
血の歓喜と来たら貴様がノエルをヴァンパイアに。ではあの晩屋敷を襲い我が父と母を殺したのも。そう私よ、今でもあの時の紅葉を覚えているわ。許さん、許さんぞエレオノーラ。その悪逆、我が剣の露となり散るがいい。あなたに私は殺せないわ、アレクサンドラ。忘れて、私の子がなければノエルは目覚めるのよ。でもそれも一興かもね。目覚めたあの子が人の血をする様を見てみたいわ。貴様、やだ、そんな怖い顔をしないでちょうだい。心配いらないわ。あなたも私たちの血族にしてあげる。そうすれば姉妹仲良く暮らせるわ。私たちヴァンパイアの血と闇の世界でね。そのような誘惑に誰が乗るものか。滅びるがいい、ヴァンパイア。なんて愚かな子。我が悠久を拒むなんて。後悔するわよ、アレクサンドラ。せいぜい足掻なさい、この苦しみの世界で。私は我が妹ノエルを信じる。人間を、人間の心を持つ者たちを信じる。だからもしノエルが人を殺せば、私がこの手で人として。ありがとう。さて、私はここで退場か。悪いヴァンパイアとはいえ悲しい役だったわね。けど悪女を演じるのって楽しかったわ。本番ではもっと楽しんで演じるつもりよ。それにしても千鶴ちゃん、すごい迫力だったわ。ノエル、起きてくれ、ノエル。愛しい我が妹よ。お姉様、お姉様、私なんだか悪い夢を見ていたようなの。大丈夫だ、ノエル。私がついている。これまでも、これからも。お姉様、お前にもしものことがあったときは必ず私が。だから共に行こう。あれから私たちは約束の地を探して旅をしている。エドガーの言う約束の地が本当にあるのかなんてわからないけれど、一つだけ確かなことがある。それはエドガー、あなたといるだけで私は幸せです。はあ、
俺もだよ、クリス。なんか照れるな、こういうのって。俺なんか顔熱くなってきちゃった。顔を洗ってくるな。ありがとう、エドガー。私を孤独から救ってくれて、この暗闇に光を差してくれたのはあなた。あなたと共にいられることがきっと私の約束の地なのですね。ありがとうございますけれど、これで慢心したりしませんわ。ええ、本番までにより完成度を高めて歴史に残る素晴らしい劇にしましょう。私たちみんなで力合わせて頑張ろうね。本番が楽しみだな。みんなこんなに頑張ってるんだもの、きっと本番も大成功間違いなしよ。そうね、しかもこの未来の伝説的大女優水瀬いおりちゃんまで出演してるわけだし。プロデューサー安心していいわよ、公演の成功は私が保証してあげるわ。彼方最果ての地へ、闇が光に消えていく場所へ、終わりなどは訪れないさ、僕は旅立つ。お前も一緒に連れてってやるよ。永遠なら知っていますわ、ずっとずっと一人でいたから。夢を語る笑顔はえぐむ寂しい心。ヴァンパイアを借りなさい。たとえヴァンパイアでいいと言う人だったのではないのか。あなたの妹はどうなってしまうか。剣を取る覚悟を決めたのは、人の平穏を守るため。大丈夫よ、貫けばいい。あなたが殺せば殺そうとするんだ。守るためなら全てを捧げる。私の世界赤く染まった。命に違いなどあるのだろうか。傷つけたくない大切なものを砕き干しよう、追いつけよう、届けこの
お疲れ様ですわ。おかげさまで公演は大好評のうちに幕を下ろしましたわ。今日は差し入れにお母さんではなくシェフの作った唐揚げを持ってきましたわ。塩味に醤油味、それにニンニク味もありますわ。さあどうぞ。わあ美味しそう。けどニンニク味は遠慮しとこうかな。あら、めぐみ、ニンニクは苦手だったんですの？そういうわけじゃないんだけどさ、私まだ役が抜けきってないみたいで。ほら、ヴァンパイアってニンニクが苦手でしょ？だからちょっと食べる気にならないんだよね。なるほど。では塩と醤油どうぞ。他のみんなはニンニク味いかがかしら？私もやめておくわ。役に入り込みすぎたのかしら。ニンニクの匂いを嗅ぐと胸焼けがするのよね。私もパスするわ。けど差し入れに唐揚げなんて随分と庶民的じゃない？千鶴。私たち以外は一般人ですもの。庶民に合わせてあげたのですわ。確かにそうね。なかなか気が回るのね、千鶴。なんとかごまかせたみたいですわね。何をごまかしたんですか？いえ、なんでもありませんわ。それよりトモカはニンニク味いかがかしら？私もヴァンパイア役なので遠慮しておきます。いつもなら大歓迎なのですが。ではプロデューサーと私スバルでニンニク味の唐揚げをいただきましょうか。じゃあこれ食べていいのか？やったー。唐揚げすっげーうまかったぜ、千鶴。お肉屋さんの唐揚げの味だった。気のせいですわ。そんなことよりスバル、公演では素晴らしい演技でしたわね。俺今回は脇役だったから、そんな風に褒められるなんて思ってなかったや。あー、もうなんか恥ずいから俺も褒める。千鶴の演技だってすっげーかっこよかったよな。プロデューサーもリハーサルの時の死体役すっげーうまかったぜ。最初はプロデューサーはどうして私を主演に選んだのかと思いましたけれど、でもとてもいい経験になりましたわ。それに終わった後のお客様方のあの顔、皆が皆物語に心を打ち抜かれて、ライブとはまた違った表情に私とても感動しましたわ。本当に素晴らしい経験だったと思います。ありがとうプロデューサー。ねえねえイオリ、私たちの演技どうだったかな？そうね、まあ悪くはなかったんじゃない？けどこれで満足してちゃダメよ。私みたいなスーパーアイドルになりたかったらせいぜい頑張って練習することね。
ドバイスありがとう、先輩。満足しちゃダメ。その言葉、胸に刻んだわ。私も今のセクシーで満足しないで、もっとすっごいセクシーを目指さなきゃ。まあいいけど、プロデューサーもまだまだ苦労しそうね。今回の劇、こぶたちゃんたちにとても喜んでもらえました。嬉しいですね。この調子でこぶたちゃんを増やしますよ。プロデューサーさん、また私を今回のような素晴らしい劇に出演させてくださいね。今、約束と言いましたね。もし私との約束を破った場合は、期待していますからね、プロデューサーさん。